こないだときに、あれ、あそこに、すいません、みんなちょっと待っててください。やっと上がってこれたわ。来ましたな。あの、アフラさん。分かっております。ほな、協力してくれるんですか？風はあんなに強く吹いてるのに、ここの風は穏やかで心地いい風なんですね。たとえロシタリアが滅んでも、エルハザードはエルハザードのままや。そりゃ少しばかり住みにくくなるかもしれまへんけどな。それでもこの風はそのまま、愛も変わらず、いつまでも吹き続けるやろな。せやけどな、神の目は別や。あれは世界そのものを破壊する兵器なんやで。あれを使ってバグロムに買ったとて、こんな風も吹かんような世界になってしもたら、何になる言いますの。それは…でも、このままやったら、ロシタリアはバグロムに。バグロムに勝つのと、エルハザードを滅ぼさんでおくのと、どっちが大事です。ほんなら、どうしてもあかんって言うんですか。そうは言うてへん。うちはな、ロシタリアを長らえさせるために、エルハザードを台無しにするのはごめんや言うてますのや。神の目を起動させてしもたら、それこそ何が起こるかわかりまへん。それでもうまくやれるだけの覚悟と自信があんたらにありますかいな。あんたらにそれだけの覚悟がある思たら、また来なはれ。しゃあないな、他を当たりましょうか。今日はシェーラさんにお願いがあってきました。お願い？遠慮せずに言ってみな。はい、実は。
りだ。おめえ、神の実の伝説は知ってるんだろうな。ええ、聞いてます。それでもお願いしたいんです。シエラさん、神よ。ええ、なんとかお願いできませんか。ダメだ、そればっかりはいけねえ。シエラさん、ダメだな。出直そう。今日はお願いがあって来たんです。お願い？何かしら。はい、実は。そう、その話ね。それで協力を。あなた、神の目の力は知っているんでしょう。水お姉さま、お願いします。できることなら何でもしますから。でも、そこをなんとかならないもんですかね。私からもお願いします。こればかりはいくら藤沢様の頼みでも。ごめんなさい、少し考えさせてもらえるかしら。わかりました、また来ますよ。Thank you.
Thank you.